ポール・アリオラは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、チュラビスタ出身のプロサッカー選手。アメリカ合衆国代表、スワン・ジー・シティ・ AFC 所属。ポジションは MF。カリフォルニア州、チュラビスタにて、メキシコ系の家庭に生まれた。イング・アカデミーを経て、2012年に、ロサンゼルス・ギャラクシーのアカデミーに入団。2012年12月。 クラブティフアナのトレーニングに招待され、トライアルを受けた。ロサンゼルスギャラクシーからプロ契約をオファーされていたが、それを断って2013年7月にティフアナとプロ契約を結んだ。2013年7月19日の FC アトラス戦でプロデビュー。2017年8月9日、DC ユナイテッドに移籍。移籍金として、クラブ記録の300万ドルが支払われたほか ユース時代を過ごしたロサンゼルスギャラクシーには育成保証金が別途支払われた。2021年2月1日スウォンジーシティ AFC にシーズン終了までのレンタル契約。ユース年代からアメリカ合衆国代表に選出されている。年代別の主要大会ではコンカカーフ U-17 選手権2011、2011、FIFAU-17 ワールドカップ。 2015FIFAU-20 ワールドカップに参加した。2016年5月22日、フレンドリーマッチのプエルトリコ代表戦で、フル代表デビュー初ゴール。ゴール、ありがとうございます。